ポンちゃん。はい。はい。はい、涼しいカーペットになって初めての朝を迎えます。涼しい感覚はあるんですが、実は今日はこれから雨が降るということで、あんまり温度は高くないようですね。ただ湿度がねあるので、こういう竹の床だと快適かな。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、どうですか。ポンちゃん、今日の2人はですね、エアコンが入っているおかげで、このひんやりベッド、ちょっと小さめ中ぐらいですかね、に2人で入って仲良くしています。これから、動画の生配信の時間になるまでちょっと準備をしますので、のんびり寝ててね。配線がぐちゃぐちゃだね。どこが絡んじゃったか。
雨が強くなってきました。ジャン君、望遠レンズでアップを撮っていますが、背景に物がなければいつもとあんまり変わらないですね。背景に物があった場合は後ろがすごくボケるはずなので、ポンちゃんも同じですね。そしてこれをこれが普段撮っている時の一番寄っている状態に近いですかね。あ、もうこっからはピントが合わないかな。そして暗いところではちょっと撮るのは苦手です、このレンズはね。ピントも合いにくいのと、あとはちょっと暗いのが苦手かな。よいしょ。例えば、これをちょっと近すぎるんだよね。ぷんちゃん、あとは手ぶれがね、少し気になりますかね。はい、ポンちゃん、はい、ジャン君、はい、じゃあ構えで、はいで、じゃんか。はい、夜遅くなりました。そろそろお休みですよ。寝ますよ。おやすみ。